はいどうも、ホルモン島田チャンネルのブッチャー島田です。皆さんは普段どんな家電を使っていますか？三種の神器は当たり前、今やかゆいところにも手が届くほど家電で溢れていますね。今日はあれば嬉しい家電の指名打者、ノンフライヤーをご紹介します。それでは早速やっていきましょう。はい、ということで今日はこれ、ノンフライヤーです。油を使わないで揚げ物ができるという優れものです。有名どころで言えばフィリップスなどがありますね。ノンフライヤーとはノンオイルフライヤー、エアフライヤーとも呼ばれるキッチン家電のことで、その名の通り油を使わずに調理をすることができ、カロリーを抑えたヘルシーな揚げ物を作ることができます。その大きな特徴は高温の熱風を循環させ、食材の油と水分を利用して調理します。これにより余分な油を使用せずにサクッとした揚げ物に仕上げることができます。通常ノンフライヤーというとそれなりにお値段するところ、今回はあえてリーズナブルな商品を使い、どのくらい揚げられるのか検証しています。4000円くらいだったのでかなり格安です。箱から取り出しています。デザインはとてもシンプルですね。黒を基調として大人なイメージです。上の部分に調理の内容とメモリがあります。スイッチというスイッチはなくコンセントのみ。これは格安家電のあるあるですね。温度は一定なんですかね。食材はいろいろ書いてあるけど、本当に全て同じ温度でいいのか不安です。でも時間しか調整できないので仕方ないですね。前方の下部分が開きます。網がついていますね。ここに食材をセットして入れるという分かりやすい作りです。構造は至ってシンプルですね。メモリをセットしてコンセントを入れる。コンセントの長さは短めですが、キッチンで固定するものだと考えたら困ることはなさそうです。では観察はこのくらいにして、今日の食材の準備をしていきましょう。今日はノンフライヤーで作る唐揚げと油で揚げる唐揚げを比べてみましょう。まずは鶏もも肉をカットしてボウルに入れて、酒、醤油、生姜、ニンニク、塩、胡椒を加えてよく揉み込みます。30分くらい冷蔵庫で置いておきます。片栗粉、小麦粉を混ぜ合わせて衣を作ります。鶏肉に衣をつけて容器にセット、タイマーを合わせて待機します。その間に普段通り油で揚げていきます。ここでノンフライヤーの様子を見てみましょう。ん？あれ？これはもしかしてやっちゃいましたかね。一度ひっくり返してもう少し様子を見てみましょう。規定の唐揚げの時間を調理しても粉っぽいので、追加で5分やりましたが変化がありません。揚がっているのかいないのか、その境目がわかりません。これ以上やっても肉が硬くなりそうなので取り出してみましょう。見るとまだ粉っぽさもありますが、食べ比べて判断しましょう。いただきます。今日は紀藤ゆずサイダーを飲んでみましょう。紀藤ゆずサイダーは株式会社黄金の村から発売されている炭酸飲料です。紀藤ゆずは徳島県那賀町紀藤地区で生産され、徳島県産品で初めて地域的表示保護制度に登録されたゆずブランドです。桃栗3年柿8年ゆずの大葉が18年。ゆずは実がなるまで18年かかりますが、紀藤果樹研究会の品種改良の結果3年から5年で実るようになったそうです。かなりゆずが強いです。果汁は 4% で香料不使用で蜂蜜が入っています。蜂蜜とゆずの相性は鬼に金棒ですね。ではノンフライヤー唐揚げ食べてみましょう。なるほど、確かに唐揚げにはなっています。唐揚げの定義が曖昧ですが、何かと言われたら確かにこれは唐揚げですね。続いて油で揚げた唐揚げを食べてみます。あーこれだよこれ、唐揚げはこれですね。このサクジュワーが大事です。油で揚げた唐揚げを食べるとやっぱりこれが唐揚げだとなっちゃいます。身の柔らかさも油に軍配が上がりますね。ところで油ってこんなに美味しかったんですね。改めて気づかされます。このノンフライヤーの使用する場面を考えてみましたが、料理の手間を省きたいという考えならそんなに手間も省けないかもしれません。油を極力取りたくないという理由ならこれはこれでありかもしれません。ただ一発目だからかもしれませんが、洗いましたがプラスチックの焦げたような香りが唐揚げについています。これは使っていくうちに取れるんですかね。まだまだベストな使い方があるかもしれないので引き続き試してみます。もしこのノンフライヤーの使い方が違うとかあればぜひ教えてください。今日も美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、本日の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございます。ノンフライヤー
いかがでしたか？ぜひ高いノンフライヤーも試してみたいですね。自分たちは群馬県前橋市と高崎市でホルモン島田というホルモン屋をやっています。群馬には美味しいお肉を食べられるお店がたくさんあるので、もし群馬に来た際はいろいろ探してみてください。この動画がいいなと思いましたらチャンネル登録高評価よろしくお願いします。